みんな顔を伏せてください。クラスで集めてた給食費がなくなりました。まあ、このクラスのことを疑いたくはないんだけど、僕私がやっちゃいましたって人がいたら、正直に手を挙げてください。うん。ありがとう。もうみんな顔をげていいぞ。正直に手を挙げてくれました。でも先生、びっくりしました。えー、あ、すっごい意外、意外な人だったから、すっごいびっくり ししました先生それってこういうのしそうにない人ってことですかはい先生その子は結構テストの点数とかいい子ですかはい先生その子の名前はフルネーム漢字4文字ですかはい犯人探しアキネーター始まってる正直に手を挙げてくれたのに先生その人は男の子ですかこれがいい絵なんだよ先生もなんか楽しくなっちゃってるじゃん正直に手挙げた人後悔してるよ今後の人生人信じれなくなっちゃってるよはい 先生もこういうのやめた方がいいんじゃないんですかどちらかといえば、はい。